昆布タイルだよ。さて、ハスの花言葉は清らかな心らしいよ。でもハスにも種類があって、種類ごとに花言葉は違うから玉蓮には関係ないかもね。というわけで今回は玉蓮です。今回の玉蓮の編成も面白い感じなんだぜ。そうそう、まずクッキーを玉蓮とドラフルにすることで、宝物にコンパスを入れなくてよくして、二人ともダッシュがあるから、宝物の空き枠を距離系にする。宝物の編成を一目見たときに、楽しそうだなって思う編成っていいよね。そして玉蓮はスコアも出せるから楽しみなんだぜ。ところで皆さんは一生の買い物というものをしたことはありますか？最近、家を買うときの感じは、初めてパソコンを買うときの感じと同じなんじゃないかって思うんだよね。パソコンは買った後に CPU とかメモリとかの意味を実感してきて、もう少しスペック高いの買えばよかったってなるのよね。そして割と高いから気軽に買えずに後悔するんだぜ。そうそう、でもそれって家にも当てはまりそうじゃない？家によっていろんなスペックとかもあるだろうし、うちにだけじゃわからない部分も多いだろうし、不動産会社の人はパソコン売ってくる人と同じくらい信用できなさそう。それは失礼じゃない？業種によってはちゃんとしたものを売ろうとしてる人もいるわよ。そもそもパソコンの店頭販売を信用できないのは、自分のたった一回の経験のせいなんだぜ。じゃあ家売る人はいい人なのかな？そもそも変な家買っちゃっても、よほど変じゃないと気づかないよね。それになんだかんだ慣れていくもんなんだぜ。なるほど、やっぱり値段の差もあるのかな。家は買い替えられないから適応するしかないもんね。パソコンはまだ手が届くから不満も感じやすいのね。そういうどうしようもない要素に合わせて、無意識に心を守ってる感じはあるんだぜ。多少変な家でも自分の家なら大事にしたくなるしね。そういう心理がどこから来るものなのか、気になっちゃうなぁ。正直どうでもいいんだけど、どうでもいいんだけども。例えば自分もコンプレックス抱えてるくせに、他人のコンプレックスを攻撃する人は違う気がするんだよね。そして相手のコンプレックスを露呈させたら、気軽にバカにするのも難しくなると思うんだ。だから自分は割と攻撃する側のコンプレックスを推測して開示したがるんだけど、どうでもいいことを気にしちゃう性格だから、そんなどうでもいいことしてるんだろうなって思った。何が言いたいかっていうと、もう全部どうでもいいよね。どうでもいいよ。アニメ版カービィの世界観が狂ってるのもどうでもいいよ。長寿アニメの声優が変わってなれない人もどうでもいいよ。漫画を実写化したら変になるのもどうでもいいよ。あんた、嘘つくと死ぬよ。嘘食いは最初から最後までいいよね。頭脳戦と暴力戦を分けてるのがいいよね。他のバトル漫画は頭脳駆使して戦うもんね。でも呪術とかそれはそれで好き。っていうかもう緻密に練り込まれてたら何でもいい。設定練られてるとそれで満足しちゃう。設定が雑だと妄想の幅が広がるけど、設定が練られてるとその妄想が考察として共有しやすいんだよね。妄想してるオタクをバカにしてる人らも、考察とか言って妄想垂れ流してるんだけど、でもいいよね。興味を持って読んでもらえて、継続して読んでもらえて、考察もしてもらえる。有名な創作者になる一番の恩恵は、お金よりも反応が増えることじゃないかな。お金だけじゃ続けられてない人たくさんいると思う。でももちろんお金が入るってことは売れていて、それだけ人気ってことだからモチベに繋がりそうだけど。孤高なクリエイターも何かで反応は見てるだろうし、だからこそ孤高でいられる余裕があると思うんだよね。最近本当にいいと思ったものにはいいっていうようにしてて、漫画とかすんごい労力かかってるものを書いてくれてるのってすごいありがたいことなんだよね。自分は最近裏バイトっていうの読んでるけど、とか、こうやって共有するのっていいことだと思うから、共有しまくりな人はともかく、いいと思う。で、裏バイトはかなり前から確認してたんだけど、毎回1話とちょっとで読むのやめてたんだよね。だってよくわかんないんだもん。ちなみに漫画1だから無料で読めるやつ。それで最近読むものなくなったからある程度読んでみたら、どういう感じなのかがわかって楽しめるようになった。3話完結のショートホラー的なのがずっと続いてく感じ。多分ホラー漫画なんだぜ。それで主人公は多分固定で、いろんな怪異とかが起きる職場のバイトをしていく感じ。なんだろう、ホラーを求めたりとか、面白さを求めたりっていうよりかは、ホラー版のドラえもんっていうか、無心で読めるというか。ホラー特有の伏線とかもその3話の間にあるんだけど、割とわかりやすくて、コメント欄でも書かれてるし、コメント欄もセットで読んでるからそう感じるだけかな。とにかくホラー苦手な自分でも面白いと思うんだよね。あと漫画1はコメント欄もあるからいいよね。そりゃ変なコメントも多いけど、それこそ考察とか読むの楽しいよ。他人の妄想を読むのが耐えられないって人もいるだろうけど。そういう人の線引きって不明だよね。そもそもフィクションは全て妄想なんだけれども。そういう人は素人の妄想が無理とか言うよね。そういう人は多分有名な人が匿名でチープな絵柄の漫画描いたら素人のものだって言いそう。偏見だけど。偉そうにしてない読者の大半は、確かにそこまで読み込んでないだろうから、そりゃそういうのわからないだろうし、それは普通だと思うけど、偉そうにしてるくせにわかんない人はもう何なのって感じなんだぜ。っていうかどの分野でも偉そうな人は何なのって感じだよ。なんだ、てめえだよほんと。偉そうにしてていいことなんて何もないからね。でもアイルはチヤホヤされるとすぐ偉そうになるんだよね。人間の差がかもしれない。ヒューマンサーが。プレステのソフトにありそう。カクカクサンディゲーム。サンディとは何か。でかい、どでかい、どでかい。キリリアル以来の衝撃。ライバルが使ってた気がする。それでハゴ視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。ついでにツイッターのフォローもお願いします。ではではおつぶたー。もし。